はい、どうもタネです。ということでございまして、昨日のエムステ見ましたかねえって言っても僕まだ見てないというのも、実は言うとね、今週土日がちょっと忙しくて、もうこれ今日撮っとかないとと思って木曜日に収録してるんですよ。で、オンエアは多分動画上がってるのは21日だと思います。はい、いやー、10月ですね。もうでも10月もあと10日ほどで終わっちゃって、はあ、もう今年もあと2ヶ月とちょっとしかないなんてことを思ってる皆様、今日は楽しく参りましょうということで、今日は10月の21日、そうですね、今日はこの企画でございます。誕生日おめでとうございます田村ほのさんについて語ろうということで、ほのちゃんのお誕生日でございます、ほのすということでね。いや、まあ、10月はね、もともとその誕生日メンバーが多いっていう話はちょろっとしてたんですけれど、もう今年、今月3本目でございますけれどもね、毎回誕生日のメンバーを4月から多分全員やってってるよね。今んとこ漏れてないよね。漏れてたらやばいな、遡ってでもやらなきゃななんてことを思ってるわけですが、今日は10月21日で田村ほのさん25歳のお誕生日ということで、ほのちゃんも25ですか、あーびっくりですね、ということでございまして、今日は田村ほのさんについて語らせていただこうと思います。さあ、まずはプロフィールからいきましょうか。生年月日1998年、10月の21日、今日で25歳ということでね、大阪府出身の A 型、身長163センチ。案外高そうだけど、そこまで高くはないのかな。でもまあ、普通の女の子にしては高いんだけど、桜の中では別にむちゃくちゃ高いわけではないっていうね、ところですが、2期生として、坂道合同オーディションでの合格後、2018年に欅坂に加入というところでございます。サイリウムカラーはパステルブルー、パステルブルーということでね、ブルーじゃないです、パステルブルー、パステルブルーです。はい、というところなんですけれども、まあ来歴っていうところもそんなにあれなんですが、まあ振り返ってみると、まあ欅の2期生としてね、加入しまして、で加入時期の中では、要するに2期生の中では最年長組に入ってたんですよね。加入した時で言うと、リコピ、それから由美子会長、そしてホノスって、この3人がね、98年組だったんですが、1期生でいくと、めちゃくちゃ多かった世代ですね。はい、現役で今残ってるのはみーちゃんだけということでございます。だから同じ年が2人今いるといった状況でございます。まあ、ほのちゃんといえば、まあ、サードシングル流れ弾のセンターといったところ、まあ、が、まあ、代表的なところではあるんですけれども、まあ、ある意味その桜坂のね、この初期の中心メンバーとして活躍をしていただいている真っ最中といったところでございます。2021年には写真集1本を出しましたね。桜坂として初めての写真集はほのかな、多分そんな気がします。それから、2022年にはラビットの水曜レギュラーにも就任しましたし、バレーボールのね、まあ、なんていうのかな、バレーボールで青春をかけてきた子がいきなりアイドルになってっていう、まあ、このストーリーもなかなかね、魅力的でもありますし、なんていうのかな、すごくファン気質の高い子というか、もともとはね、確かペイちゃんだったかな、推しはね、あの最初のね、あのケアかけの自己紹介 V の時が、自撮り V が確かペイちゃんの推しグッズでいっぱいだった記憶があります、ね、だから本当にアイドルが好きで、でもバレエが好きで、でそんな中でこのアイドルに本人がなって、今アイドルまっしぐらみたいなところでございますね。で2023年、今年にはですね、ボーチェっていうね、雑誌、美容メディアって言われる、まあ、要するにコスメ系の雑誌の、専属かな、モデルでいくとね、レギュラーモデルっていう表現がいいんですかね、になったということで、先月9月から、登場しておりますということね。本当にメキメキとというところでございます。
で、ほのちゃんの魅力っていうところのお話をすると、まあ、ちょうど僕は今オアスタジオでバディ塚計画っていうね、その別チャンネルのその桜坂のファンになってもらおうみたいな企画をやってるんですけれども、その中で、まあ、出演されてるカリアさんがね、ほのちゃんが気になるっていうんですよ、よく。で、ほのちゃんが気になるって言ってて、この子って表情がたくさんあるよねっていう話をするんです。確かにね、ほのすって表情が豊かなんですね。まあ、ただでさえね、リアクションが大きいことではおなじみではあるんですけれども、そのかっこよさ一つとっても、いろんなかっこいい表情を持ってたりとか、可愛らしい表情もたくさん持ってたりとか、一個じゃないっていうのが彼女の魅力なのかなと。これはもう一つのアイドル気質というか、才能というかね、のような気がします。で、加えてね、やっぱりね、このほのすの魅力でいくと、ね、やっぱり大阪育ち、関西育ちっていうのはやっぱり一つね、こうキーワードになってるのかなと思います。なんかボケて笑いになるし、ツッコミもこうスンと入れれるし、どっちもやれてる。まあ、そのツッコミがちょっと的外れてまたボケになってたりみたいなところがあるんですけど、なんかお笑いとか笑いに対してのその慣れというかポテンシャルがしっかりとあるからこそ、そこにこのダンスとのギャップとか、そのパフォーマンスのかっこよさと、そのお笑いに対するね、こうリアクションとかの差みたいなのが非常に生きてるのかななんていうふうに思ったりしておりますね。で、まあ、流れ玉でセンターもそうですし、まあ、桜エイトもかなり経験を積んで、ほとんどのシングルで、まあ、そうですよね、選抜、まあ、全曲選抜か。そうですよね、7枚目まで全シングルで選抜メンバー入りしてますし、センター経験も1回あって、ってなってくるとやはりこう中心メンバーって言って間違いないような気がします。で、あとはやっぱりあざとかわいいとかのね、あの再現 V とか、まあ、ドラマも経験もしましたし、ドラマ経験も今後に生きていくような気がしますし、まあでもやっぱり彼女の場合はそのスポーツに関わるようなお仕事、まあ、バレーもそうですけど、それ以外もね、やっぱり積極的に参加してほしいなぁなんて思ったりするわけでございますね。で、まあ個人的にこうホノスの一番の魅力は何なのかというと、やっぱりあの目を丸くした時の表情なのかなと僕は思ってますね。あのリアクションでね、嘘とかびっくりした時にわっっていう表情ね、あれがやっぱり、こっちも元気になるんですよね、彼女を見てるとね。で、それがね、なんかこう MV に投影されてるのがドローン旋回中のような気がしてて、なんかすごく可愛らしいんですよ。正直流れ玉のセンターっていうのはもうなんか本当ギラギラしてたんですけど、ドローンのセンターはね、すごくホノスにぴったりなんですよね。だからあの曲は本当にライブで早く見たいっていうのが、実は僕は結構密かに思っていることではあるわけでございますけど、だからね、そうやってこう本当に、まあ、笑顔も素敵だし、かっこいい表情もできるし、大人っぽい表情も当然できるし、で、もちろんその2期生の中ではお姉ちゃんなので、やっぱりこう同期とね、なこう絡んでる時はやっぱり仕切りとかこう回す役に回ったりもするんだけど、ちょっとやっぱりこう抜けてるというか部分があるからこそ、まあ、竹本とかにいじられたりとか、井上からねちょっかい出されたりとかっていうあの姿も良かったりもするし、でもしっかりとねまとめ上げる時はこう引っ張ってくれてるような印象もあるのでね、なんかこういいですよね。あとやっぱり彼女の場合、泣くときがね、こう、吹かないんですよね。こう落ちるとこまでもう耐えるんですよね。あれがね、なんか、らしさがあるなっていうのはありますよね。あのね、かりんちゃんが、それこそあの、スタートオーバーの披露をした後に、涙ながらに語った後の横での涙もまたね、熱いものがあったし、なんかこう、熱はすごい熱いものを持ってるっていうのが、やっぱり、彼女の良さだなぁなんて思ったりもします。
で、あとはじゃあこれからじゃあ彼女は何を目指すべきなのかっていうところなんですけど、今正直あの有吉さんにハマってるっていうところが結構大きい気がするんですね。あのゲームの番組だったり同時中継の番組だったりみたいなのが結構こう有吉さん MC の番組に読んでいただけてるっていうのはある意味まあ、あ桜坂の、有吉の女みたいな立ち位置なような気がするんですね。でこれをじゃあどう生かすのかっていうところだと思うんです。でもちろんニコニコしてて、ね、あの有吉さんの横でこう笑うのもいいんですけれども、やっぱりそこでこう絡みに行けるあと一歩みたいなところが、まあ、できるんであればね、少しずつ狙ってはいきたいかなとも思うし、合わせて言うと、うん、今度はじゃあ逆にそうではなくて、なんていうのかな、スポーツに関わるところでしっかりとこう、自分のそのトーク力を発揮してねやっていくというのもあるし、まだまだねだからやりたいことはあるような気がするんですよね。うん、まあもちろん2期生もねもう加入してだいぶ経ちますから、2018年からですからなんだかんだで5年6年経ってるわけで、でだいぶこう芸能界というかねこのアイドル人生も長くなってきていろんなことが見えてきてると思うからこそ、新しいチャレンジを早く探してほしいかなっていう気はしますし、なんかそれをやっぱり口に出すって結構大事だと思うんで、結構なんか炎ってこう心に秘めてることがたくさんあるような気がするんで、そこをね表に向かって発信してもらえたらななんていうふうに思ったりしているところでございます。ということで、皆さんにとってのホノスの魅力は何なのか、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。いやー25歳ね、これからまだまだですからね、頑張っていただきたいですね。ということで今日はホノスについて語らせていただきました。バイバイ。